サビクイビスコ監督の碇敦史です。副監督の又川大輔です。キャラクターデザインの浅利愛です。お願いします。よろしくお願いします。8話はい、お前されましたね。よかったですね。よかったですね。よかったです7話から急に展開がいろいろ盛りだくさんで順番にいきます。まず8話の話する前に7話で筒井の声を近藤さんにやっていただいた話を言い忘れた。そうですね源平堂までの優の声みたいなのはした気がするんだけど、現場ではどんな感じだったの？あれなんか何回か撮り直しましたよね。もっと甲高い感じとかなんか、あ、そうですね、やってましたね、はい、だっけ。いや、私サップリコ行ってないで分かんないです忘れちゃいますね結構前ですもんね。コンテ書いてる時から土蛇の声やっぱ女性がいいなと思ってて、なんかトップの狙いとかの、はい、2とかでしたっけ、何もそうだったかな、怪獣の声が、ね、キャーみたいな、あんなイメージがあったんで、ぴったりでした、ぴったりだよね。そして8話、はい、8話なんと津田さんのカードゲームから始まるっていう。そうですね、そうあれですか、あの遊戯王の、そうですね、カードと津田さんって言ったら遊戯王なのかなって一瞬、あ、会話、なんか会話、あ、そうです、会話、あれ、この子様どんどん意識されたんですか、遊戯王的な。そんなわけないじゃん。あ、そうだ、子様の声ついてそうだ、そうだ、勘違い。でも8話はね、マタラ君がコンテ書いてたから、はい、あ、そうです、ね、その辺を意識して、ちょっと、あんまり意識してなかった。そうです、意識すればよかったですね。確かに。そしてパブの拷問シーンですね、あんまり見せられなかったけどね、見ちゃうとね。そうですね、放送できなくなる。新人の原画マン、直樹さんが初めて現場で、あ、そうだったんだ、一元ですか。あ、そうですね、全部へ、すごい丁寧な仕事で、良かったです。ミロ、VS クローパーはめちゃくちゃ喋ってましたね。あ、そうですね、あそこのアクションシーンもまたこの新人の原画マン、ヨウト、ヨウト、ヨウトさんが、ヨウトさんが、いや、すごいね、エネルギッシュな原画を描いてくれてみんな今年入った新人でしょう。そうですね、なんか初めてとは思えないような感じでしょうね。すごい良かったです。クローパーはキノコ森ということがついに明らかになりました。あ、8話で分かったんでしたっけ。そうなんです。ああ、そうだ、あれですよね、5話で敷島夫妻があったっていうキノコ森はクローパーっていうことでいいんですよね。そうね、それすげえ気になった言葉だった、うん、1話でマダガがキノコ森にあったんやって話してるじゃないですか、はいはい、あれってクローパーなんですか。そうかもしれないですね、っていうことっすよね。これはちょっと、あ、昔ちょっともう一回先生に来てもらえ、もう一回呼びます、村井さんが来た時にそうですねあれその5話のクローパーと出会ったっていうのはあれオリジナルの話なんですか。あれオリジナルです。あ、それ原作にはなかったクローパーのその裏の動きみたいなを補強した感じですよね。そうです、あ、いいっすね。最近なんか毎日ネットフリックスでディスコ見てるんですけど、ああすごい、これマダム言ってるやつ黒川やったんって昨日思って、すごいですね。あ、確かまた1話見たんですか。いや、毎日見てるんです。すごいですね、偉いですね。めちゃくちゃ好きですオープニング、オープニングもちゃんと見てます。いいですね、オープニング、いや確かに毎回の驚くもんね。いいっすね、魔女を頼ってそう、そしてはい、ディスコが来て弓や歯で跳ね返すじゃないですか。ああ、ありますね。あれはどなたの。あそこはもう井川さんです。あまた井川さんめちゃくちゃやってくれてるんですか。ミロが黒川にちょっといたぶられるみたいな。あ、そうです、そうです。あの辺の表情とかもさすがです。いいね。でも津田さんのね、演技がいいよね、本当は。そうだね。そうですね、ですね、たまらんね。いや、ほんとたまらんね。そしてジャビが、そうですね、ジャビが脱出して、ま、ものの30分ぐらいで捕まってる感じで、ジャビがもう捕まってる時間の方が長いですよね。そうだね。でもジャビが脱出するところのあのボケ老人みたいなお芝居が、ああ斉藤さんすごいな。いいっすね。そうですね、うっふんって言ってましたね。あれめっちゃ可愛かった、ね、あれセリフなかった気がする。あれアドリブっすよね。そうですね、
確かにいいですね。あそこなんか SE もなんかそういうキャーってなってたね。いや面白かった。一押しを。もう一押し。そうなんです。やっぱジャニーがなんかネットランチャーみたいなやつに捕まるところがちょっと僕は良かったです。あれ、イカレさんにやってもらったんですか？そうです。なんか他の作品でもなんかネットランチャーやってもらってて。あれですよ。マタラ君がキャラでやった逆さまのパテマン。あ、そうね。そうですね。それでコンテかけながら、またここ、いただきました。俺もネットランチャーやった思い出があって、はい、あれ難しくて、ですよね、嫌だなと思ってたら、まんまと。僕もコンテかけて、これ嫌だなと思って、イタリアさんやってもらおうと。糸のものがね、広がっていくって難しくて。そうですよ。でもなんかリベンジしたかったから良かったみたいに言ってませんでした。まあできたらどうかわかんないけど、ね。いやでも良かったですよ。ありがとうございます。吉田さんに聞いてみないと。そうですね。浅井さんは。あ、私はあそこです。ミーローが黒川に操られてるあたりのところが今回すごい好きでした。何でしたっけ？何のセリフで、なんだっけな。もう撃たせないで、みたいなことのところとか、おーって思いました。いい。やっぱり最後のシーンかな、俺は。ヒロがボロボロなのに、リスクを心配して死なないでね、みたいな。ああ、そこいいですよね。あ、あそこ、あたりさん、いいですね。本当に。やっぱ、ああいう表情とかも、やっぱキャラクターデザインのあたりさんじゃないと。めっちゃ刺さってたもんね、緑。矢が。刺さってましたね。うん、でもあれ、マタラさんの本店でもかなり刺さってたんですよ。そうなんですよ。黒川が緑でやられるじゃないですか。うん、あの時も黒川これ死んじゃうよと思ってたんですけど。もう、大丈夫ですけどね。あの黒川が天井にドーンってなったやつ。あ、いや、それもそうですし、こう切ってる時に血がめっちゃ出てる。確かに確かに。リオト君がすごい頑張って出して。そうだね。死ぬよ、これと思ったんですけど。なんとか。キノコで治るんじゃない。そうですね。うん、あ、しかもね、黒川が義手っていう。あ、そうですか。ああ。あれも原作からそうなんですか。そうですか。どう忘れちゃった。なんか、シナリオの段階ではああいう、なんですかね、こういう仕込み犬みたいな。仕込み犬。あ、そう、それは俺が。あ、そうか、その時に。あ、なんで、無限の住人の。100人でしたっけ。100人だっけ。お姉さん。いましたね。使ってるやつ。やっぱあの、マッドマックスの敵をつけてね、はい、ここに。あ、ここだって言ってそう、なんか男の子後ろにしてるやつ。2で、2のやつ。そっから来てるんですね。今回の8話は、私が、クローカーを。かっこいい、クローカー。かっこいいね。いいですね、この BL がいいですね。まずそうだよね、このクローカーのヒゲが意外に難しくて。あ、そうです、ね。このカーブのとこがね。なんかヒゲリテイトで出てました、ね。そうそうそう。意外に難しくて。確かに。これ、僕が書いてあるんですけど、なんかすごい、バイクの原作みたいな。そうそうそう。あー、なんか泥棒ヒゲみたいな。そうそうそう。この口とね、鼻の、この距離をね、間違えると。そうなんですよ。バイクの原作なんですよ。結構おしゃれな感じにならないんですよ。そうなんだよね。難しい。そう先生のバランスがやっぱ。むずいです。むずいね。ということで、次は9話ですよ、もう。早いね。あっという間ですね。あっという間。9話もね、楽しみだね。そうですね、9話も、もうすごい展開ですから。そうですね。何も言えないですね。ここから先は何も言えないですね。そうですね。ぜひね、9話も。はい。もう9話できたらね、最後まで、ね、見てくれると思うんで、ぜひ、来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。